やるぞとか、もう取ると思ったんです。俺死ぬかと思った。あ、最後やばい、ね、2ラウンドのパウンドも死ぬかと思った。2ラウンドのパウンドも聞いた。パウンド聞いたのあったの。聞いた、一つ聞いた。試合してる時もなんか試合してる感じがしないんだよね。練習な感じなんだよね。でも全部当たったな。インローの右ストレート、インローの全部当たってる。で俺ボディ狙ったら相手がしたら倒れてんの。俺もなんか一発もらって俺も食らってるって。あ、今だみたいな。あ、行くしかない。だ俺のボディストレートが、そうだよね、頭に当たって、ボディ打ったら当たった。あれは本当にびっくりした。ちょっとな、3ラウンドやめとってるよ。完全油断したね。なんで油断した。油断したというか、残り1分だから、それしゃべけて来たらタックルあると思ってすげえインローいて、しかも1回タックル切られたのもあったほしい。かなりインローがずっと右フック狙ってたから、ワンツー左フック。俺平野得意じゃん、右の左フックからのタックル。あれで1回返されてちょっと恐怖心が生まれて、なんか左アッパーも、左アッパーから入ってくるのもなんか入っていけなくて、干渉した。俺も彼がもしかして